この問題はですねもうイのにきますあの「イナフ」という語の語法がちゃんと分かっていれば答え出るんですよ。で着眼点は何かというと「イナフ」という副詞は、えー、これ副詞なんですね。えー、で副詞というのは大体名詞以外のものだったら就職できるんですが「イナフ」の場合は、えー、形容詞「副詞を就職することが多いです。ただし 位置に注意しないといけないんですよ。あの、どの位置にくっついて形容詞、復祉を修飾するのかってことですが、はい、これ選択肢を見てみてください。例えば1番であれば、結局、修飾される語句はどこにあるかって言ったら、後ろですね。well, good. まあ、good は形容詞で、well は副詞でもいけますよと。ええー、もうその違いだけです。それに対して3番だったら well enough ということで、はい、修飾される語句、修飾される語句が前に来ていると。 で、4番にいたとえ、enough to well. もうこれ却下ですね。あの、w e l l って名詞で使うことあるっちゃありますが、まあ不定詞ではないですし、w e l l だったら名詞だったら井戸って意味ですからね。もうさすがに、しかも、あの、w e l l s でもない。あ w e l l でもない。ということで、もう4番却下でいいと思います。ということは、じゃああとは1番、2番、3番、どれですかってことですが、はい、1だけを考えるならば、well enough to、えー、という形にしなければいけません、えー。つまり、あの、実はこの enough という副詞は、 後ろから、あの、福祉などを就職するという、働きをするものなんですね。まあ、ここ福祉しか、こまあ、今回ウェルが福祉なので、福祉としか書いてないですけれども、あの、こういった働きになります。じゃ、なんで、あの、もう全部この用法しかないんだったら別に悩まなくていいんですが、実はイナフというのは形容詞の用法もあります。あの、形容詞の用法の場合は十分なという意味になって、しかも。 名詞の前にくっつくんだよね。形容詞ですからね。となってきたときに、実はこいつと混乱してる人がすごく多いんですね。十分な数の名詞という意味になるんですが、十分な名詞となるんですが、あの、これと、この、副詞としてのイナフというのが混乱をしてしまうと、位置関係があやふやになってくる。これは、あの、習い立てよりも、 あの入試直前の時期の方が、いろんな知識が入ってきて、だんだんこう知識があやふやになってきたときに。まさにこういう混乱というものが起きてしまいますので、気をつけておいてくださいね。はい、高知就職をかけるのは、副詞の用法の時。えー、普通に、前に置いて、後ろの極を就職するのは形容詞の時ですよということで。品詞に対する注意を、ちゃんと、あの、持っておいてくださいね。